ビハイエの大下です、今回ですね、ラクジョブでどういった人材が採用できたのかという具体的な事例についてちょっとお伝えできればと思います。で、今回お伝えするのが具体的な事例としてですね、 3DCG の、ソフトイマージのデザイナーさんですね。で、最終的に、経験者募集という形、中途の採用で、お手伝いさせていただいたんですけども、ソフトイマージの使える方で、経験3年のですね、横浜の会社さんからそうだったんですけども、決まりまして、その人自身も横浜に住んでたんで、通勤も近いっていうところも一つ、もともとその人も複数内定もらってたんですけども、やっぱり近場っていうのも結構重要だったみたいで、そういう意味で横浜市内の会社に就職されましたよと。で、我々の方もそういったお手伝いできてすごく良かったなと思うんですけども、その方自身がやっぱりおっしゃってたのが、比較的いろんな中でうちのサイトが一番そのゲーム関係の会社さんで、多かったと。で、ソフトイマージュ使う、他の会社も、江戸メインの会社で、有機機メインとかもいろいろあったんですけども、やっぱゲームがちゃんとあるっていう意味では、すごく良かったっていう話をいただいて、会員の方からも喜ばれ、会社さんからも喜ばれ、本当に二重に良かったなと思うんですけども、そういったアニメ、ゲーム、漫画関係のクリエイター募集、採用を考えていらっしゃる会社がありましたら、こちらの方まで気軽にお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。